よろしくお願いします。定例会見を始めさせていただきます。私からのコメント1件でございます。新型コロナウイルスに関連した感染症に関する対応でございますけれども、ご承知のとおり現在中国を中心に新型コロナウイルスによります肺炎などの感染者が増加しております。現時点では県内での感染者というのは確認されておりませんけれども、国内での感染者が確認されていること、また政府が指定感染症としての指定をされたということから、先月29日に危機管理連絡会議を開催しまして、情報共有を行ったほか、政府対策本部の設置を受けまして1月30日に危機管理対策本部を設置をいたしております。県としては現時点で県内での発症はない、発生はないものの、国内でこの感染者が増えているという状況から警戒が必要と認識をいたしております。県民の皆様の安全安心を最優先にいたしまして、引き続き情報収集に努めるとともに対策を進めることといたしております。県民の皆様には正しい情報に基づいて冷静な行動を取っていただき、季節性インフルエンザと同様に咳エチケットや手洗いの励行に努めていただくようお願いをいたします。過去2週間以内に中国湖北省への滞在や患者との接触などがあった方や、咳や発熱など新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合には、事前に医療機関にご連絡の上でマスクを着用して受診をしていただきたいというふうにお願いをさせていただいているところでございます。私からの報告事項は以上1点であります。はい、最低新聞高橋です。先ほどもお話があったコロナウイルスによる新型肺炎というのについてお伺いしたいんですけれども、はい、これほどですね、国内でも感染者が出ている現状について知事はどのようにご認識していらっしゃいますでしょうか。通常私は感染症の専門家ではありませんので学術的な分析ではありませんが、行政に見送るものとしての感覚としては、やはり中国におけ、中国からの、対外的な情報発信がやはり遅れたことによって、やはりこの報告外、日本を含めた国外の感染が広がったということではないかというふうに思っておりますので、日本国内での対策として水際対策を徹底して防止するということは、なかなか国内対策としては難しかった状況にあったのかなというふうに思っておりますので、今のような国内感染がある程度進んでいるとあるという前提で対策を講じるということが必要なんだろうというふうに思っております。結構ですね、その水際で今県内に入ってくるのを防ぐということが可能かどうかについて、今企業のご認識を受けて、国の場合はですね、その貿易という制度があったり、国内の出入国管理という制度がありますから、国単位での、その水際対策というのは具体性があると思いますけれども、県内は当然、車で入ってこられるとかということに対して関所があるわけでもありませんので、日本国内としてのこのゲートウェイとしてこの空港ですとか港で、日本の一員として水際対策をきちんと取っていく、対外的にですね、そういったことに努めていく必要があるというふうに思っております。なかなか国内での移動で、県内に入ってこられる方への水際対策というのは非常に難しいというお考えだと思うんですが、そこに対してですね、そうなってくるとその県内で発生する可能性も今ないわけではないと思いますし、県としてはその、発生、患者の疑われる患者が出てきたときに、どのような対策を今時にそれは指定感染症としての、対応するということでありまして、今冒頭に申し上げました私からのコメントというのは、国内感染、県内の感染ありうべしということで、この発症が疑われる場合に医療機関に事前にご連絡いただいて、早めの処置に対応をすることで、この二次感染ですとか、その患者さんの重症重篤化ということを避けていくといったことを、県民の皆さんに呼びかけていくということが必要なんだろうというふうに思っております。具体的にですね、疑われるような患者さんが出られた場合ですね、どのようなその受診であったりとか、その県としてですね、どのようなその
感染確認されるのかというのは、どのようになったのでしょうか。確か簡易キットかなんかで、その簡易な検査をして、それをその簡易ではない、検査を、ちょっとまだ県内でできなかったと思いますけども、それを通じて、陰性陽性の確定をしてという形が、その、医療機関としての感染の有無の確認の方法だと思いますし、受診のしていただき方というのは、やはり二次感染、等の防止も含めて、できるだけ、この事前にご連絡いただいて、受診をしていただくということが、この他の方々にとっても望ましいということで、そういうお願いをさせていただいております。それはやっぱり、なるべく早めに、その件としてもその、疑われる患者さんが出られたときには、早めに確認をしたいというふうな形を取っていらっしゃるというふうにしてほしいですね。それはそういうことだと、そういうことです。で、先日休みの日にドラッグストアにちょっと買い物に行ったんですが、マスクが相当なくなってて、で、他の報道なんかでもですね、マスクが不足しているような報道が出ていますが、県としては、備蓄しているマスクがあると思うんですけれども、それを、国外、中国だったりとかですね、そういったところに提供されるような考えというのは今お持ちでしょうか。中国、発生国であります中国の吉林省、それから寧夏回族自治区から物資の支援要請といったものが来ておりまして、それに対応すべく今準備を進めているところであります。いつごろ送られるご予定でいらっしゃいますか。ちょっと数とか送り方というのを今進めているところですが、ちょっとその時期はまだ未定、ただそういった支援をすることについては、するという考えであります。ちょっと数的な話を聞いて恐縮なんですけれども、県内ではどれぐらいマスクは備蓄していらっしゃったんですか。県内というか、県としての備蓄が29万個だったと思います。それを、その一部を送られるようにお考えでいらっしゃいますか。分かりました。24です。24です。分かりました。で、一方でですね、観光については、中国からの、観光者という方がですね、なかなか、来られてない、状況があると思うんですけれども、今、県として相談窓口をですね、設置していらっしゃる状況だと思うんですけれども、さらなる対応というのは、今、検討していらっしゃいますでしょうか。基本的には、おそらく、自粛していただく。物価が対外的な出入りが止まっているといった状況も含めて、定期便も山陰に限らず、欠航しているという状況でありますから、その状況を直すのは、この感染が収まるという状況が必要であろうかと思いますので、直ちにその根本的な対策は難しいと思っております。で、当然その観光をはじめ、予定していた予約がキャンセルになったりということで、経営に影響があるというケースにおいては、県として、運転資金等の貸し付けをする制度は常設しておりますので、そういったものを活用していただくということで、相談を受けるだけではなくて、状況に応じてそういったもののご利用を進めるということで、対応しているというところであります。山陰都市部の方です。関連しまして、先ほど吉林省などから物資の支援要請が来ているというふうにおっしゃいましたが、物資というのはマスク以外にも何かあるんでしょうか。マスクと防護服が項目としては2つ。防護服は県としてはいくつ持っているのかってあるんでしょうか。数は忘れましたけど持ってます。わかりました。で、要請が来たのは具体的にいつかっていうのはちょっと私自身はちょっと日にちを覚えてないので、何とかにいただければ。わかりました。で、米子上海便の一時的な運休が展示されておりまして、はい、韓国人客の取り込みで苦戦する中ですね、中国人客の獲得というところに期待が高かったと思うんですが、改めて運休に対する受け止めを教えていただけますでしょうか。はい、片山記者からもご指摘があったように、韓国が日韓関係の悪化
ひいてはその韓国の皆さんの、まあ、対日感情なんかということで、まあ、私どものチャーター便、それから米子と、まあ、ソウルを結ぶ、ソウルじゃないか、インチョンかな、ソウルインチョン便が、まあ、結構するといった状況を踏まえて、より大きなマーケットであります、まあ、上海に向けて、鳥取県が積極的に取り組まれて、新規の定期航路を、まあ、開設されたということを大変喜んでおりましたし、まあ、一緒に産業両県を訪れていただけるように、まあ、上海での、まあ、活動も許可していた矢先でありますので、大変、まあ、残念だというふうに、まあ、思っておりますけれども、まあ、あの、なんですかね、その、これもその原因がはっきりしておりますので、そういった意味ではその今回の新型コロナウイルスに伴うその感染を収束を、これはおそらくその中国がメインでしょうけれども、まあ WHO じゃないですが、まあ国際的な連携も含めてしてもらうということで、そういったことを通じてこの根本原因たるものの解消ができるわけでありますから、そういった意味では、まあ、まあ、日韓関係のそのまあ、しこりに比べるとその原因がはっきりしていて対象がはっきりしているという意味では、これはのそういう状況が整ったらまたできるだけ早く、まあ、再開に向けて鳥取県で協力して、まあ、取り組んでいきたいというふうに思っているところであります。そして、まあ、こういった時期にやはりこういった対応が取られるのはある意味その感染の広がりを防ぐということでもありますので、まあ、やむを得ざるその状況ということで、逆にその感染が拡大して他の国でも感染が広がっていくということになったりしますと、また我が国の中で感染が広がるということになりますと、まさに国内観光まで含めてですね、悪影響が出かねないということで、まあ一連のその措置というのはまあ致し方ない状況ですので、まあその根本原因たる今回 の, その感染症 の, その抑制といいますか、抑圧を関係者一丸となって取り組んでいくということと、状況が整い次第、この再開に向けて汗をかいていくということで対応していきたいというふうに思っております。ありがとうございました。よろしいですか。はい、最長新報の平井です。2019年度の教員の不祥事の関係でお尋ねします。2019年度に入り教員の不祥事が4件あったんですけれども、その不祥事が相次いでいることに対するご紹介をお願いします。はい、4件、まあ、いずれも 4件という取り方でいきますと、まあ、20代の若い学校の教員の不祥事があるわけでありまして、まあ、学校の中で起きたものもあったり、まあ、学校の外のものもありますけども、やはりその、まあ、あってはならない、まあ、不祥事だというふうに思っております。まあ、これはまあ、その直接 の, 関直接 の, そ, の、まあ、その先生方に教えてもらって、先生に教えてもらってた生徒だけではなくて、まあ、他の先生に対する信頼もその不当にその落としかねないということで、まあ、本当にこういったことの再発防止に努めなきゃいけないというふうに思っておりまして、こういう若い先生を指導されます管理職の方々、また新規採用の際の研修といったことを、まあ、人事権を持っております、まあ、県教員においてきちんと行ってもらう。そして、今回そのいろんな事案がありまして、その方々というのはそれぞれ、公務員としての処分を受けておられます。そういった浅はかな行動をすることがどういったことにつながるかということを含めて、まあ、実際の事案なども示してこの研修をしてもらうということなどでですね、まあ、それは教育委員会の判断ですけど、まあ、そういうその自分自身の人生も変えてしまう、その教育、島根県の教育の信頼を失墜するということもだけではなくてですね、そういったことも含めて、まあ、個人として、社会人として、このやるその認識をきちんと持ってもらうということをに努めてもらう人予定だというふうに聞いております。ちょっと研修の内容については分かりませんけど、まあ、そういう
実例も含めてやってもらった方がいいと思います。不祥事が相次いだことに関して、そのなかなか理由は一概には言えないとも思うんですけれども、その、まあ、若い先生方が多かったことですとか、何かこう理由についてはどのように考えておられるでしょうか。まあ、私自身はちょっと直接処分をして、その本人からの聞き取りの内容を聞いているわけではありませんので、まあ、そこのところは教育委員会の方で分析をしておらなきゃいけないというふうに思ってますけども、一定の傾向が見られるのであれば、その傾向に対する対策が必要でしょうし、そういうことを含めて、原因分析、まあ、傾向ですとかね、そういったことも含めて、やれるかどうかちょっと分かりませんけど、ともかく再発防止に向けて何をすべきかと、できることがないかという観点で、まあ、教育委員会で取り組んでもらうということが大事だというふうに思っています。特に強制わいせつの案件ですと、保護者の方はもちろん学校に子どもを預けることに対してすごく不安を感じられると思いますし、子どもたちの中にも不安が広がると思うんですが、そういったことへの対応は何か考えていらっしゃいますか。すみません、個別のケース、私自身新聞報道以上のことは承知しておりませんので、具体的なコメントはできませんけれども、一般論として、そういうご指摘のような状況が生じる、まあ、そういう事案だというふうに思っておりますので、そういったことを踏まえて、被害に遭われたお子さん、それからご家族、そして、その周囲の児童生徒といいますか、そういった方々に対するケアも含めてですね、深刻に受け止めて、まあ、対応していけないというふうに思っております。1月末には病院局の方でも逮捕事案があったと思いますが、そういった、まあ、逮捕ですとか、まあ、不祥事があった職員の方に対しての処分の厳罰化など、何か対応を検討しておられるでしょうか。処分については公平公正に行うということでありますので、この事例ですとか他の団体での取り扱いを含めて、そういったものを、それから、まあ、一番は内容ですけども、その内容がどの程度に相当するかということで対応いたしますので、なんですか、そこは厳罰化に舵を切るとかということではありませんけども、これまでもそういうふうに望んできている、この処分をすることで含み率を回復する、本人に対するいわゆるけじめのような形、そして周囲に対するそのきちんとした認識を持ってもらうということを含めて、適切な処分がなされてきたというふうに思っておりますので、その線に沿ってこれまでも甘くやってきたわけではないと思いますから、そういった処分をきちんと行ってもらう。病院局も人事権は管理者の方で申したので、管理者の方で適切に対応してもらう必要があるというふうに思っております。ありがとうございます。よろしいですか。すいません。先日ですね、島根県警が、松江市の松浦市長をですね、名誉毀損の容疑でですね、書類送検されましたけれども、これについてのですね、ご所感を改めてお伺いさせてもらってもよろしいでしょうか。はい、県警、から書類送検されたということですので、刑事手続きとして、そういう段階に移ったということであるというふうに思います。ですからば、検察の、捜査を、という段階になったということで、そういう事実として、受け止めております。松浦市長はですね、発言の意図等々についてですね、いまだ説明をしていらっしゃいませんけれども、それについて知事はどのようなご感想をお持ちでしょうか。発言の意図は、はっきり、しているじゃないかというふうに思いますが、根拠をはっきり示されていないというふうに認識をいたしています。すみません、その根拠をお示しないことについてはどのようにお考えでいらっしゃいますか。捜査への支障という意味で、市長さんご自身の被疑者というか容疑者としての
まあ、ご自身のために、まあ、そういった判断をされているんだというふうに思っておりますけれども、まあ、法人として、立ち振る舞いとしてできることがないのかということは、それは別の問題としてあると思いますが、前者の方を重視されているということなんだろうなというふうに受け止めております。1月24日のですね、あの松井市長の会見の中ではですね、ご遺族の方に対してですね、謝罪をするかどうかっていうのは、まあ、これから検討されるというようなことをもうおっしゃってましたけれども、その辺についてのご対応についてはですね、今知事どのようなご所感をお持ちでいらっしゃいますでしょうか。まあ、私は新聞報道で、鍵括弧で、このつけられたとこしか読んでませんので、正確な意図は厳密にはよくわからないところもありますけれども、まあ、報道で、この挙げられている発言を、まあ、見る限りといいますか、読む限りは、なんていうんでしょうかね、その再三ちょっと申し上げてますけれども、今回の発言で、この意図せざるといいますか、平穏な市民生活を送られている方を公の、まあ、場面に、まあ、引っ張り出す形で、おそらくその方々の同意なくそういった発言をされたということの、まあ、重大さといいますか、それに対する、まあまあ、刑事的な話やかどうか分かりませんけど、まあ、人を傷つけたということに対する認識の、まあ、薄さっていうことなんだろうなというふうに受け止めておりまして、まあ、そういう意味では、まあ、大変、まあ、驚きを持って受け止めております。私自身客観的に見ても、まあ、事実かどうかということというのは裁判で争われることに、まあ、なろうかと思いますけど、まあ、事実が私はないと思っていますが、まあ、万が一そういう事実があったとしても、あのような発言をされるとしたら、ご遺族のご了解なしにやるっていうことが社会的に許されるのかどうかということは、まあ、明らか許されないと私は思いますので、それはその裁判その争われている事実以前の問題として、問題だというふうに思いますし、もう一つ申し上げますと、その告訴をされた、まあ、今回思ったことは、告訴をされた横川県議には、告訴を取り下げてもらうための行動は取られたわけですけれども、そういう告訴とか、まあ、民事上の損害賠償とか、そういった手段を取られない、平穏な、その、まあ、ごく普通の市民の方には、まあ、一答にされてないと。私は謝ることを、謝るかどうかをまだ決めてないっていう発言には本当に驚きました。朝日新聞社奥平と言います。その松浦市長の定例会見の時に、すみません、少人数学級の問題ですが、少人数、お会いされた時も松浦市長が体を張ってでも阻止するとおっしゃってましたけども、その後の会見で、県がもし計画通りに強行されるのであれば、県が強行したという事実が残り、県民はそれをしっかり見ているだろうという趣旨の発言をされてまして、依然として強く反対するという意思を固めてらっしゃるようなんですけれども、この少人数学級について、と出雲市も反対の様子ですが、少人数学級 の計画については予定通り進められるということでよろしいでしょうか。まあ、今、今後報道発表予定にしております、予算
それから創生計画の関係の会見でご説明させていただく内容と重複しますので、本日のところはこの件についてはコメントさせていただきたいというふうに思います。松浦市長がご意見を変えていないということについてはいかがでしょうか。今の時点で市長さんがどういうふうに考えてられているかって気持ちの中は分かりませんので、今の時点でどうかっていうことよりは、私がお会いしたときには確かにそうだったですね。それはそれで一つのご判断だと思いますし、そういうご判断からご理解いただけるように、直接お会いはしておりませんけれども、担当の部局を通じて我々の考え方なり説明が時間が足りなくてできなかったところについて補足の説明を事務方から事務方にさせていただくような形で対応しておりますので、できるだけ全ての市町村長さんにご理解をいただいて進めるのがベストだという考えは変わりませんので、そういうふうな理解をいただけたいなというふうに思っているということであります。すいません、NHK の西林です。市長とまた会って直接お話しされるという意思はありますでしょうか。いや、状況に応じてじゃないでしょうか。可能性は排除しませんけども、しませんし、ただ今決めているわけではない、会うと決めているわけではないし、会わないと決めているわけではないというところが、今のところであります。市長側からそういった要望があれば受ける考えでしょうか。ご要望があればできるだけ対応するということになろうかと思います。ありがとうございます。ただ県としてもスケジュールをお示しして、おりますので、その手順の中で、後戻りできない段階で、考えを変えてくれと、言われても、そのお会いしてお話しできる内容というのは自然と限られてくるというふうに思っております。じゃあ、そうに共同通信の電話でございます。今の関連するところなんですけれども、知事としては、先般は市長に対しては、足りない分は自分で雇ってはどうですかというような話で、三好市でしたっけ、の例を確か示したと思いますけれども、そういったような、もう自分で雇ってくれっていうような提案をしていくことには、もう変わりないという姿勢ですか。事例がちゃんとあって、どういうところで実施されているかということは、情報として、我々の市議会議のことは、お伝えをしてあります。それに対して人事権がないからできませんみたいなことをですね、正直言ってると思いますけども、どこにも人事権関係なく、もうそういう事例を示してやってくれっていうような、そんなような感じですか。すいません、人事権があるないっていうこと自体、どういうロジックなのか私はよく分からなくて、県が任用している職員を県が人事権を持ち、市町村が任用される職員を市町村が人事権を持ちというのはごく普通のことだと思いますので、他の12市町村、12ぐらいあると思いますけど、がどういうふうになっているかというと、そういう一部の任用されているということで、全体の人事権をその市町村に移譲されているという例なんてありませんので、そういうことも含めてご説明を事実関係としてさせていただいて、教育委員会から教育委員会に説明させていただいているおります。ありがとうございます。関連してなんですけど、選挙新報の平井です。先ほどの配教員をさらに市が独自で採用することについて、知事が松江市長にご提案されたと思いますが、松江市長は会見の中で暴論だというふうに述べておられたんですけれども、そういうふうに受け止めておられることについてのご所感があればお願いします。自分の意見が通らないということをどう表現されるかという表現の仕方の問題だというふうに思いますし、すみません、
私もあの国にやはりいろんな要望をしておりますし、まあ、おそらくその市町村も県にいろんな要望されていると思います。この県に限らずですね、なかなか100点満点になるということはない、あの100点満点のこともあります。あの高速道路の4車線化は5車線15車線うまくいきましたけれども、まああのまあ、必ずしも相手方の事情もあって、満額のことにならないということはいろいろある中で、まあ、その中で、それに対して、自分たちとしてどう対応するかということっていうのはいろんな場面でよくあることではありますので、国の制度改正もいろいろあります。県の制度改正も、まあ、今回提案しているようなものを考えているという中で、これまでのものをあの動かすことばかりだなというのは一つのご主張だと思いますけれども、それ以外の選択肢もまああって、まあ、あのそれをどうすべきかという議論をしているということでありますので、まあ、暴論、まあ、あの表現の問題、あの反対だというふうにおっしゃっているんだというふうに受け止めています。あとはあの出雲市長も会見の中でこの少人数学級編成の関係で触れられてまして、あの県教委さんの方であの少人数学級編成の効果の検証をされたことについて、あの拙速で軽い判断だというふうな、まあ、ご批判のような発言もされたんですけれども、そういった発言についてどのように受け止めておられるかということと、あとあの今後またさらなる検証をされる考えがあるかを教えてください。あの一つにはあの私どもはあの少人数学級の研究をしているわけではありません。あの研究機関ではなくて、まあ、実施機関だと思っております。そういうその何かを検証研究すること自体があの仕事ではないので、今あるもので評価をしていくというのはごく普通のことだと我々は思っています。で、そうで、ないんじゃないかという、まあ、あのご主張はあるかもしれませんが、それであればそういうことをそのお持ちの資料なりで、まあ、数値等を含めてですね、お示しいただければいろんなその評価の仕方の、まあ、なんかそのあの受け止めも、まあ、ありますけれども、なんか一定 の, その推測を加えてあの評価をあの変え違う評価されたようにあの受け止めましたけれども、まあ、のそういうその仮定推測についてもやっぱり一定の根拠がいるんじゃないかと。いうふうに思いますので、まあ、そういうちょっとそういうまだ噛み合った色になってないかなと。ただ我々はその全体として網羅的に把握している一律の県内一律に取れているデータの中で、関連するものを並べてみて、そういった数字の傾向がどうだったかということを、まあ、まあ事実に即、まあ、データに即して、まあ、判断をしたということでありますから、まあ、福井県からそのまとめというのは、あの数量的な、まあ、その分析としては、まあ、一つのまっとうな判断だと私は思っております。BSS のはずです。あの関連しまして、あの先ほどの少人数学級にの、あの、まあ、に関してですね、あの予算ですね、今月開催されます議会に提案される予算の、まあ、記者会見、予算案の記者会見はまあ今後に控えているので差し、コメントは差し控えるということでしたけれども、あの従来、主張されてまして、そのあの先ほどからが質問が出ているように、あの市長の方から反対もあります、少人数学級の制度について、これはその今まで提示したものをずっと堅持していくような姿勢で臨まれるということなんでしょうか。それとも多少でも、まだ議論中でそこはまだ変更のある余地もあるので、それも含めてコメントを差し控えたいということなんでしょうか。まああの叩き台というのは叩き台でありますので、これまで、議論県議会和市長さん方にお示ししてきたのは、まあ、叩き台としての内容でしたので、それから一歩たりとも引かないと
という考えではないという形のご説明もさせていただいてきております。まあ、そういった意味では、最終的にどうするかというのは、まだ終始できませんけれども、まあ、そういったスタンスで臨んでおりますので、最終の判断というのは、次回の定例会で、予算発表の会見の際にご説明させていただきたいというふうに思っています。その説明の際には、やはりそのどうして例えば変わったのかっていう、その変わった理由なりですね、特にこういう意見を取り入れたんだというようなところもお示しになられるご予定でしょうか。まあ、教育委員会と相談して、決めることになりますので、まあ、そういった内容については、まあ、ご説明することになると思います。これまでの記者会見でも、まあ、特にテクニック的なところ、制度の保障さについては、教育委員会の方が、まあ、イニシアチブを取ってですね、まあ、やっていくんだ、説明していくんだというところを言われた後で、4つの市の市長に直接知事が会われて、いたわけですけれども、やはりその会合、その会談というのは非常に有意義だったというふうに、その制度をみんな、制度をですね、見つめ直す上でも有意義だったというふうにお考えなんでしょうか。まあ、どちらかというと、私の方で市長さんにお会いしたのは、今回の問題が教育委員会にとどまらない政策的な判断であるので、まあ、いわゆる子ども医療費の助成の問題、それから放課後児童クラブの改善に向けた取り組みといったところも含めて、全体としての評価をしていただきたいというふうにお願いするのであれば、これは知事の市町村長さんに対して知事が行うべき説明内容だろうということで、私ので回らせていただきました。教育の初任学期だけに限れば、それは教育長さん、教育委員会、県教育と市町村教育、それから県の教育長と市町村の教育長さんにお任せをすることだと思いましたけども、まあ、そういった意味ではそういった観点での説明をさせていただいて、それはご理解いただけたところといただけなかったところがありましたけども、やはりお二方についてご理解、まあ、これは積極的にというふうには捉えられないのかもしれませんけれども、まあ、致し方なし、またはその最終的な件が決められることについては、それは仕方ないものとして受け止めますといった水準、そういった内容かもしれませんけれども、そういった内容でのご理解といいますか、いただいたというところは、私にとっては大変大きな前進だったというふうに思っておりますし、そういう受け止めであります。読売新聞の土屋です。ちょっとまた話が戻って、新型コロナウイルスなんですけど、県内への経済への影響というのは、どのように捉えてますでしょうか。はい、やはり中国からの、キャンセル、中国人の団体のキャンセルというのは一定程度生じているというふうに受けてますので、そういった意味で、よってそのキャンセル分のが後で埋まらなければ、それだけの売り上げ減ということになりますから、そういう資金繰りも含めて、県として、ご相談に応じて、相談を受けた上でそういうご案内をさせていただくという対応をしていきたいというふうに思っておりますし、ともかくその、あとはそうですね、あとはやはりそのこれは若干推論に近いですけれども、やはり中国での経済活動、消費活動もこれだけ の、状況になっていると、中国自体の経済活動にもプラスに当たられないでしょうから、そういったものが輸出とか、部品、中国への部品輸出とをしている製造業への影響とかですね、あとはその操業自体、中国の工業自体に相当し、内陸の工業自体に相当しますから、そういった大きな事業所の工場の操業自体が、その感染防止のために、この春節以降も延期されるということになりますと、そういう製造ラインがストップするということで、出荷の量に影響するといったことも想定をされますので、そういったことを含めて、国内での、県内での影響、そして、輸出先としての、海外経済ですね、の影響という間接的なものも考えられる
と思いますが、ちょっと数量的にお示しするとまだちょっと難しいかもしれませんので、まあ、我々として想定しえないような、想定しないようないろんなご相談もありますので、まあ、そういったことも対応していかなきゃいけないというふうに思っております。県は中小企業課に相談窓口を設置されていると思うんですけど、実際相談というのは来ているんでしょうか。新型コロナ、すいません、直接来てないんです。そこまで個別に把握しております。新型コロナウイルスに関連して県で7つの保健所に相談窓口設置されていると思うんですけど、それはなんか県として一方の相談窓口にせず7つに分けているというのは何か理由があるわけでは別にないんですか。なんていうんでしょうか、まあ、保健所が個人対応で、その資金繰りとかっていうのは、まあ、企業の対応だからということでしょうか。よろしいですか。すいません、先ほどのコロナウイルスに関連して、まあ、国際空港の、国際空港、空港、山陰旅券の空港の関係で、まあ、上海便が米子空港で、まあ、運休したという形になって、まあ、今、島根県としてはですね、まあ、今後その台湾のですね、台湾便の、定期化という部分を目指していらっしゃったと思うんですけれども、その戦略については見直しを考えられたりとか、そういうことをお考えでいらっしゃいますでしょうか。いや、まさにその多くの国から来ていただくということが、一つの国でいろんな問題が起きたときのバッファーになると言いますか、その一箇所に依存しないと、またできるだけ多くの、その国から来ていただくという環境というのは、まあ、今回の事実をもってしても明らかでありますので、台湾ですとかタイですとか、また状況が落ち着けば韓国、中国、できるだけ多くの国からお届けていただけるようにということで、まあ、取り組んでいくという重点国を対象に取り組んでいくということには変わりがなくて、今中国にしても韓国にしても外部環境がそれに適していないという状況でありますので、状況の改善に応じて、きちんとまた対応していくということで考えていますし、まあ、対応も当然、そういう問題などを生じていませんので、有望な先として、対応していくということであります。まあ、今そうやって戦略的にですね、その国際便の誘致に取り組んでいらっしゃると思うんですけれども、まあ、なかなか途中経過で言いにくい部分もあるかもしれませんが、感触的には今どういうふうな現状だというふうに知事の方には報告が上がってますでしょうか。いや、まだ分かりません。相手があるので、交渉事ですから、いい報告ができるときにいい報告をさせていただきますけども、こればっかりは相手あってのことですので、なんかこう60点とか50点がないので、1か0かみたいな、できるかできないかという話ですから、まあ、できるように頑張っていきたいと。一方でこうやってその一つ、まあ、韓国についてもですね、まあ、今回のコロナウイルスみたいなのでもについてもですね、その一つのこう何か外的要因が起きると、やっぱりストーンとその利用率が下がって、まあ、一気に運休まで行ってしまうような現状を見るとですね、まあ、その、国外の観光客を誘致する部分で、国際線を誘致するっていうのは非常に一つ有効な部分もあるかもしれませんけれども、国内のその観光客を、誘致していくことも非常に重要じゃないかと思うんですが、知事はその点どういうふうに認識していらっしゃいますか。まあ、島根県がインバウンドで遅れたのはやはり、まあ、私 の, その主観ですけども、やはり比較的その国内観光でお客さんが取れていた、まあ、5円観光を大仙宮での底上げを続いてですね、まあ、そういったところが私はその影響したと思いますけども、やはり、まあ、そういった中でやはりそのインバウンドという形でその、まあ、いわゆるそのお客様の多様化底上げということをしていかないといけないということで、水口前知事の時代から、まあ、取り組まれてきたというふうに認識しております。今回 の,、まあ、韓国にしても中国にしても、ある意味その、まあ、水を差されるような状況にはなっておりますけども、状況の改善ということが期待できないわけではないですし、大きなマーケットでありますので、それはそれで、まあ、台風とか大雪が、まあ、降っているということで、この春を待つというか、
嵐が過ぎるのを待つということで、まあ、対応していかなきゃいけないと思ってますし、思ってます。でそれから当然その高橋氏が言われたように、まあ、国内観光というのがベースでありますので、まあ、それはさらに美肌観光という形で、まあ、護衛に加えて、島根のそのこの気候ですとか食材ですとか温泉といったことを、まあ、県内全域の魅力を提示して、より多くの方々に来ていただこうということで、国内観光の底上げも図っていきたいというふうに思って、おるところでありまして、まあ、これは両面どちらも大事で、どちらかだけで、まあ、立ち行かないというふうに考えておりますので、まあ、限られた資源でありますけれども美肌観光を通じて国内観光を喚起する、そして、まあ、国際チャーター便また定期便といった形で、ゲートウェイの空港をその海外とのゲートウェイとしてインバウンドに取り組んでいく、また与那国空港からのインバウンド客のその参院要件での、まあ、周遊といったことを取り組んでいくということ、大きな戦略というのは変える必要がないかなというふうに思っております。分かりました、ありがとうございました。すみません、中国新聞の岡田です。話がガラッと変わるんですが、去年の県知事選以来、まあ、自民党県連のしこりが残っているわけですが、1月の終わりに伊予川県議と、竹下渉県連会長が会談されまして、まあ、伊予川会長は水に流すべきだといい、まあ、竹下さんは注意するという、まあ、姿勢が変わらずですね、物別れにも終わっておりますが、まあ、この、県連の立て直し、まあ、知事選をめぐる、まあ、ことに端を発して走ってるわけですけど、それについて、知事、今どういう、まあ、期待というか、ご所感をお持ちでしょうか。はい、島根の自民党というのはやはり、総理大臣を輩出し、その今も派閥の領袖お二人を輩出している、そういうその県連でもありますし、そして、まあ、つまりは、まあ、県政界で県政界を牽引してこられた立派な組織であります。そういったその多くの、まあ、島根のために、まあ、自民党のためにということもあるかもしれませんけれども、島根県連としては島根のために一生懸命汗をかかる方がたくさんおられる、まあ、組織でありますので、いろんな知恵を出し合っていただいて、この島根のこの厳しい人口減少という意味でいきますと、やはり限られたこの力を寄せ合って、この国政なり県政に向かっていくということは、おそらく政治の世界でも同じ状況だというふうに思っておりますので、まあ、知恵者、人格者たくさんおられますので、そういった方々が知恵を出されて、このそういうふうにまとまっていく方向にこの努力を今されている最中だというふうに認識をしております。まあ、注意ということだとですね、かなり、まあ、その県連の処分として、まあ、性格は、まあ、かなり、抑えめかなというふうに感じてはいるんですけど、やっぱりそれは受け入れられないという片山主張もありですね、この点についてそのどの辺が落としどころというのも、まあ、知事として言いにくいかもしれませんが、どうでしょうか。いや、言いにくいというか、落としどころとか考えることがないので、当事者ではなくてですね、今回 その会談というのは竹下県連会長と、自民県議会でいきますと自民党議連の与賀会長が会談されたということだと思いますが、ちょっとそこでどういう話があったかということを含めて私自身は承知しておりませんので、何が論点になっているかということも含めて、承知していませんので、ちょっとそういうここら辺が落としどころじゃないかというところはちょっと想像もつかないところですが、まあ、やはり、まあ、政治というのはある意味、なんか、妥協の芸術というんですかね、そのうまく折り合いをお互いの主張を取り入れて、微妙なところで妥結点を見出すという世界でもあろうかと思いますので、そういったことに長けた立派な政治家がたくさんおられますから、まあ、そういったところで、良いその知恵を出されて、まとまっていく方向に、まあ、努力をされているまさに最中だというふうに思っておりまして、そういうふうに、まあ、進んでいただくことを期待しているというところであります。
もう一点ちょっと遡るんですけど、知事が年を分けて初めて確か、竹下会長に直接面会に行かれていると思いますけど、その時、まさに使えない範囲でどのような話を、まあ、県政なりその県政官についてですね、ありました。私は知事になりまして、なりました時に竹下先生は療養中で、政務は会館には出ておられませんでしたので、年末復帰されたという話を伺って、時期を相談させていただいて、年明けに、上京してお時間をいただいたところであります。従いまして県知事として初めて、竹下渉先生にお会いする機会をいただきましたので、私のその知事としての県政についてさまざまな国政を通じてこの実現していただきたいような課題がたくさんございますので、そういった課題についてぜひともお力添えいただきたいということで、5月の段階で他の国会議員の先生方にお願いさせていただいた内容をちょっと時期を遅れてお願いさせていただいたというところであります。それについてはどういう反応でしたでしょうか。ここについてはご理解いただけたという認識であります。すみません、毎日チームの榊原です。そして予算についてなんですけども、まだちょっと発表前で詳しくは言えないと思うんですけれども、丸山知事初めての年予算ということで、どのようなことを考えてどのようなものを編成されたかとか、ざっくりで構わないんですけど、ざっくりもやめておきます。改めて、機会を来週ですか、13日に改めて、機会いただいてますので、その場でご説明させていただきたいというふうに思います。組織改正についてなんですけれども、すでに一部報道で広報部を廃止するというふうに出ていると思うんですけれども、それについてはその見出しだけ見るとこうなんていうか弱体化してしまうのかな広報というふうに思うんですけれども、それについてはどのように思いますか。予算と同じ並びの案件、2回提出議案としての内容になりますので、その点も含めて13日に改めてご説明させていただければというふうに思います。別件で少人数学級についてなんですけれども、松江市長と出雲市長は、まだ納得されてないということですけれども、県民の理解というのは知事としては得られているというふうに思われていますか。県政の進め方という意味で県の政策をどうしていくかということのものの決め方というのは決まっておりまして、今回の決定と条例事項ではなくて予算事項というふうになっております。で、いずれにしても議会のご理解、委員会でのご理解いただけるかどうかというところが、この政策を実行できるかどうかということを決める大事な手続きでありまして、前その関係する市町村長さん方のご理解もいただいて、そして県議会のご理解いただきたいということでありますけれども、詰まるところは県民のご理解いただけるかどうかというところは、県議会での過半のできるだけ幅広い、どれだけ幅広いご理解いただけるかということを思って、図るしかないのかなというふうに思っているところであります。知事は現場主義を掲げられてますけれども、その現場に入っていく中で子育て世代の方とかのお話を聞く中ではどのように感じられていますか。いや、やはりその放課後児童クラブにお伺いしました増田と増田高津小学校の学校内から公設民営のところ、そして松江市内の民設民営のところを伺いましたけども、やはり多くの学複数の学年をですね、一緒に見られているという意味でいきますと、やっぱり保育園、幼稚園、小学校とまた違って大変な指導される先生方というのは大変だろうなというふうに思いましたし、やはり歴史の浅い、後発の制度といえば制度ですので、やっぱりそういう意味で、
苦労が多いだろうなというふうに思っております。それ単純にその小学校保育園幼稚園と比較して、どこが一番大変かとかということはまあ、言いようもないのであれですけども、学校現場も大変だというふうに思いますけども、やはり放課後児童クラブも大変そのマニーズも多くて、苦労されているなというふうには感じたところでありますが、これをもって全県化がこうだというふうに考えるのも不足だでありますので、地域によって事情が違ったりするでしょうから、そういったところはそういった実情に応じて、例えば放課後児童クラブであるとしても、まあ、時間延長よりも定員増をやっていきたいといったところがあったりすれば、それは時間延長よりも定員増かもしれませんし、やっぱり両方やっていきたいというところがあれば両方だと思いますし、そういうその実際のクラブで抱えておられる課題を改善することが、実際その預けたいと思っておられる親御さんですとか、まあ、行きたいと思われている子どもさんのそのニーズに対応できることになりますから、まあ、そういった支援の方向性といいますか、支援の内容、改善の内容というのは、その地域、そのクラブの状況に応じて柔軟に対応していかなきゃいけないなというふうには思っております。少人数学級にの、まあ、再編に反対するような声っていうのは聞かれますか？まあ、そうですね、そういうお話を伺うことはあります。それはどちらが多いとか少ないとかというのではなくて、多分ですね、多分私が少人数学級編成の見直しを進めているというのをご存知だと思うので、多分言われる方って相当勇気を持って言われているんだと思うんですね。言いにくい、多分私はそれほど多くないですけども、多分それは言いにくいなと思って言われたい方も相当おられるだろうなと、私はそういうふうに受け止めています。私はそういう見直しを進めようとしている人間ですから、その人にその直接、考え直してくださいというふうに言える方っていうのは限られているでしょうから、まあ、そういってその数以上に思われている方は多いだろうと思いますが、十分中身を詳細に承知しておられるわけでもないというのもお話を伺うとありますので、そういったいろんなお話を伺います。そうですね、年明けに東京に帰る飛行機、東京に行くその飛行機、自宅にで静養するために上京するときに、見送りに来られている女性の方から今のままでというふうに声をかけられましたし、そういうことというのは時折あります。はい、よろしいですか。民主党のですね、安住国対委員長が国会内にですね、記事に特典をつけて、貼り出したという事案がありましたけれども、それについて知事のご所感をお伺いしてもよろしいですか。インハウスといいますか、マイフィールドと思ってたんだもん、ちょっと、ちょっとおふざけが過ぎたのかなという感じがしますけども、やはり院内の会議室、院内開発室ですかね。すいません、若干不謹慎ですけど、ちょっと正直な方だなとは思いました。知事も、知事という立ち位置になられて、いろいろ、政策も打ち出されてですね、いろいろ記事に書かれる機会も、あると思いますけれども、点数をつけたいなって思ったことは終わりですか？いや、私は点数をつけるというよりは、すみません、私たちの説明が十分でき、理解していただいたけど、我々が説明不足で、説明不足のところがあるんじゃないかとかっていうこととか、我々の考え方、締めの論調として出てくる、その主張に対して我々はこういう考え方でやってるんですとかっていうことを、ちゃんと説明しなきゃいけないなというふうに基本的に記事に対して思います。ですので、これはその
そういうすれ違い、まだ私が思っていることを思い通りな記事が出るわけなんでないので、ただ我々の考え方がこう伝わった上でこのその論調記事になっているのかどうかということを含めて、ちゃんと説明を数時間もらって、この説明を補充する、やっぱりいいコミュニケーションをマスメディアとしておいて、してですね、その中で、メディアの皆さんが、県民の目線で、視聴者の目線で、この政策を評価して報道されるという関係だと思いますので、多分その悪い点数をつけられたんだったら、やっぱりそれはその、張り出すのではなくて、この自分たちの考えはこうなんだということを伝えていくという努力をされる方が生産的なんじゃないかなというふうに私は思っていますので、そこは点数つけというよりは、自分たちの思いがちゃんと伝わっているかどうかということの確認をする、自分たちがこの考えをちゃんと伝える、で、逆にそのメディアとしての考え方を聞いてくるというコミュニケーションをちゃんと取らなきゃいけないというふうにメディアの方に対しては持っております。だから双方向で、このコミュニケーションが必要だと、こういう会見の場もありますし、会見以外の場所、取材を受けるだけではなくてちょっと説明の時間をもらうといったことも私はちょっと各部局にはお願いしていると思います。わかりました、よろしいでしょうか。時間がありました、本日はこれで終わります。ありがとうございました。